皆さん、こんにちは。ボディビー、あ、ま、間違えた。生物担当の谷原翔でこの動画をお送りいたします。今回のテーマは定期試験対策、生物、筋肉を取り扱っていきます。筋肉ということでね、あんなくだらないね、ボケで、まあ皆さんね、まあ嘲笑してると思うんですけれども、やっていこうと思います。それではまずは問題を解いていっちゃって。筋肉の問題では、2つやっていきます。まずはこちらの文章中の空欄補充問題、解いてみてください。 できましたか今回の問題は筋肉の収縮のメカニズム、滑り節、滑走節なんて言ったりするところですね。その内容を文章化しました。ではまずは答えを埋めた状態で読み上げていきます。神経末端より刺激を受け取った筋肉は筋繊維内部の筋小胞体よりカルシウムイオンを放出する。放出されたカルシウムイオンは筋原繊維を構成するアクチンフラメント状のトロポニンと結合し、 トロポミオシンの立体構造を変化させ、ミオシン結合部位を露出させる。一方で、ミオシンフィラメントのミオシン頭部は ATP が結合し、ATP アーゼにより ATP を ADP とリン酸に分解し、リン酸を切り離してアクチンフィラメントのミオシン結合部位と結合する。その後、ミオシン頭部は ADP を放出し、アクチンフィラメントが手繰り寄せられることで筋収縮が生じる。 というお話でした。さあ、この文章だけで理解できましたかちょっと難しいよ。何言ってんのって方もいるかもしれないので、今から筋肉の構造の復習をして、イラスト化して学んでいきましょう。まずは筋肉の構造からおさらいです。こちらのイラスト通りなんですが、皆さんご存知の通り、筋肉ってのは細かい糸みたいなものがたくさん集まってできています。その筋肉の糸のことをそのまま、筋線糸と呼びます。 で、この金繊維なんですが、ばらしてみると、もっともっと細かい糸でできています。それを金原繊維と言いました。で、この金原繊維、さらに電子顕微鏡で見てみると、分子レベルで見てみると、アクチンフィラメント、ミオシンフィラメントと呼ばれる構造でできています。これ何なのっていうと、アクチンと呼ばれるタンパク質でできた繊維物質、ミオシンと呼ばれるタンパク質でできた繊維物質になります。ちょっと拡大していきましょう。 拡大すると、こんな感じになります。このね、水色の部分がアクチンフィラメントで、その間に挟まっているのがミオシンフィラメントです。これが構造体で、それぞれね、H 体、Z 膜、明体、暗体、暗体、明体。そして、この Z 膜から Z 膜、この仕切りから仕切りまでの単位を、近接、もしくはサルコメアって言ったりします。覚えることたくさんあるんですが、優先して覚えてほしいのは、この Z 膜と呼ばれる、 膜から膜までの。この壁から壁までの。この範囲のことを、近接サルコメアと呼うんだ。これがまず大事ですで。次によくテストに出てくるのが、これ電子顕微鏡で観察すると、明るく見える部分と暗く見える部分があります。まんま、明体暗体と言います。明るく見える部分が、このアクチンフィラメントだけの部分が明体。ミオシンフィラメントが重なっていると、暗体と言います。これも押さえておいてください。 H タイや Z 膜は、まあ、豆知識レベル程度で頭の片隅にあれば OK です。では、今から、これ筋肉の構造なんですけど、これが、どんなことが起きることで、筋収縮。筋肉が収縮するのか、見ていこうと思います。ここからが問題です。問い番の文章空欄補充問題の解説が、このスライドになります。筋収縮のメカニズム。筋肉はどうやって収縮、縮んでいるのかっていう話。 かっこいい言葉で、学説では、滑り説、滑走説なんて言います。名前の通り、筋肉がスライドしてるよ。どういうことだまずは、ちょっとずつ考えていきましょう。じゃあね、手のひらが上に向くように腕を伸ばしてみてください。で、ここに、つまんでみよう。この筋肉を。この部分の筋肉を上腕二頭筋と言います。この状態で、ゆっくり腕を曲げていくと、今つまんでいる筋肉、上腕二頭筋が、伸びてる状態から、ギュ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 ッと、 縮んだ感じしましたよね。それが筋収縮。それを分子構造レベルで見ていこうって話。これがまず伸びてる状態の筋肉です。アクチンフィラメント、ミオシンフィラメントがいる。その時、このイラスト見ると、ここに隙間があるのわかりますよね。隙間が。この隙間の部分をシャコンってこの筋肉がスライドして埋めてあげれば、縮めることできないいくよ。こんな感じに。 隙間の部分をシャコンって、アクチンフィラメントがシャコンってね、たぐり寄せられれば、この部分縮みますよね。伸びてた筋肉が縮んだ。収縮したって話なんですよ。じゃあどうやってこれ縮むのっていうと結構簡単で、この赤色のミオシンフィラメントが実は筋収縮するとき、よし、筋肉が縮めるぞって言って左右に存在しているアクチンフィラメント。青いやつをパチン パチンって捕まえます。で、捕まえた後、こっちに来いって引っ張るんですよ。そう。ミオシン頭部と言うんですが、この赤色の玉みたいな、これが左右に存在する青色のアクチンフィラメントをパチンって捕まえて、こっちに来いって引っ張った結果、シャコンって滑る、スライドするんですね。これが筋収縮のメカニズムなんです。で、ここまでだと、実はあんまりテストで点数取れません。ここが入門編です。 この後のお話が一番大事なんです。では、どうやってお手手を伸ばして捕まえているのか、どうやって引っ張っているのか、そのメカニズムに入っていこう。ということで、この部分をさらに拡大していきます。筋収縮のメカニズム、詳細編です。ミオシンフィラメントとアクチンフィラメントがいます。何やら違う用語も書いてある。トロポニン、トロポミオシン、後ほど説明します。まず皆さんに、 先に復習してほしいことは、筋肉が動くのに必要な物質ってのがあります。さあ、何がいると思いますもちろんいろんな物質がいるんですが、特に大事なもの、二つ思いつきますか問題文にも載っていました。そうです。カルシウムイオンと ATP なんです。この二個目の ATP は想像つくよね。筋肉を動かすにはエネルギーがいる。 エネルギーと言ったらもちろんアデノシン3連酸 ATP になります。そう。このカルシウムイオンの方がちょっと不思議じゃない人間とか動物でカルシウムって言ったら皆さん骨っていうイメージ強いでしょただね、そのイメージから卒業しよう。せっかく生物学んでるんだから。動物において、生き物においてカルシウムイオンって言われた時に、まず最初に浮かんでほしいのは筋肉と骨。 なんです。もちろん、これ以外にも役割はありますが、まず、筋肉と骨っていうのは即答で出てほしい。じゃあ、ここで考えたいのは、このカルシウムイオンって何してるんだろう ?ATP はなんとなくわかるじゃん。エネルギーだから。動くために必要なんだ。じゃ、このカルシウムイオンは何してんねんってことに注目していく。そのためには、先ほど筋収縮するときに何したか覚えてるこのミオシンフィラメントがアクチンフィラメントを捕まえて、こっちにかいって引っ張るんだ。 捕まえるってことは、捕まえるための取っ手みたいのがあります。それがこのね、青色の部分です。この緑じゃないよ。青い青ね。かっこいい名前をつけるなら、ミオシンが結合するから、ミオシン結合部位なんて言い方をします。この取っ手の部分を捕まえて引っ張るんです。がしかし、問題があります。このイラストだと捕まえられなくない取っ手の手前になんか邪魔な壁があるんです。それがトロポミオシンです。 アクチンフィラメント上にトロポミオシンという壁があってミオシンフィラメントは捕まえたくても壁が邪魔で捕まえることができない。では、何とかしてこのトロポミオシンという緑色の壁をどかしたいんです。そこでスイッチがあるんですよ。気づいちゃったね。名前似てるもん。トロポニン。このトロポニンがスイッチになってます。このスイッチを押すとこのトロポミオシンっていうのがウィーンって開きます。 こういう感じなんです。そうこのスイッチを押すのにカルシウムイオンが必要だったんです。神経から命令をもらって、筋小胞体からカルシウムイオンが分泌される。するとこのカルシウムイオンがアクチンフィラメント状のトロポニンに結合する。するとスイッチがオン。何が起きるかこのトロポミオシンの立体構造が変化して、ウィーンと開くわけですよ。すると、取っ手の部分が、結合部位が露出しましたね。 これなら、ミオシンフィラメント。取っ手の部分を掴むことができるんです。この時、取っ手の部分を掴む時に、エネルギーが必要になるので、ATP を利用するよというお話なんです。一応ね、先ほど問題文に AT、ATP-ASE、ATP-ARZE ってのが出てきました。あれ何なのかというと、ちょっと難しいんですけど、ATP を分解する酵素みたいなものだと思ってくれれば OK です。ここまでが、文章中の空欄補充問題の解説でした。 このようにね、イラスト使ってストーリーで覚えていきましょう。では、2問目です。運動神経から筋肉に刺激を伝える際に用いられる神経伝達物質を答えよさあ、これ、わかりますか考えていきましょう。答えは、アセチルコリンになります。え 先生、アセチルコリンって、主に副交換神経で出てるやつじゃないですかいや、そんなことないです。運動神経とかでも出てます。はい。これはただの知識問題なので暗記しちゃってください。そう。実は、運動神経を通って、そこから神経伝達物質で筋肉に命令をする。じゃあ、どうなってるのっていうと、筋肉にアセチルコリンを使って命令をする。すると、筋肉の表面には、アセチルコリン受容体というね、キャッチャーがいます。 そこにアセチルコリンがくっつくことで命令が伝わるよというメカニズムなんですね。じゃあ最後に発展的な豆知識を話します。これ、ちょっと免疫の勉強が出てきます。免疫の勉強でいろんな病気の勉強をしたと思うんですが、定期テストよりちょっとレベル高いんですけど、上位の大学とか進学を考えてる人は頭の片隅置いといて、まあ教科書とか資料集とかにたまにね、ちょろって載ってます。重症菌、無力症って病気知ってますか なんか名前から筋肉がダメになりそうな病気ですね。この重症、筋、無力症という病気は自己免疫疾患です。自己免疫疾患。どんな病気かというと自分のね、免疫が暴走して抗体を作ります。その抗体が筋肉に存在するアセチルコリン受容体を破壊するんです。筋肉の表面にあるアセチルコリン受容体を破壊する。すると何が起きるか。運動神経から 筋肉動いてねーとアセチルコリンを出しても筋肉側のアセチルコリンを受け取るアセチルコリン受容体がダメになってるから自分の免疫で壊しちゃって反応できなくなるんです結果筋肉の動きが悪くなるという自己免疫疾患重症筋無力症という病気が存在するんですこのようにちょっとレベルの高いテストでは病気の名前なども出てきたりしますのでもし教科書の隅っこで見つけたらちょっと調べてみてくださいではまた次の定期試験対策でお会いしましょう ご視聴お疲れ様でした。どうですか解けましたかもし満点じゃなければ、もう一度問題にトライして、再度視聴して、完璧に仕上げていきましょう。そして定期テストの得点アップを目指していこう。ではまた次の動画でお会いしましょう。